アフマダリエフ。アフマダリエフはいいね。アフマダリエフはいいね。あとは、ステファン・フォルテンもいる。お、イエス。ステファン・フォルテン強いよ。うんあ。あとはあ <laughs> あ、日本に愛されてるルースネル。<laughs> <laughs> 格闘キャストへようこそ。僕の名前はナオトです。シンです今日は、井上ナオヤ VS ダス・マリナス。マイケル・ダス・マリナス。 について話したいと思います、うんえー。このチャンネルにまだ登録してないなら登録ボタンをスマッシュしてください。Spotify でも音声だけで楽しむことができます。皆さんよろしくお願いします。あ、井上直也、ダスマリナース。決まりましたよ。決まりましたよ。うん、まあまあ結構前から決まってましたけれど。<laughs> 一度、ポッドキャストで話しました。まあちょっとマイクロダスマリナスを紹介したと思います。いや、いや。 まあ井上直弥が戦うとイベントだねすごいイベントですまあ日本人ファイターというとまあ有名な日本人ファイターというとやっぱり浅倉未来浅倉海、はい、堀口漂司、はい、那須川天心武るでも井上直弥はその全員の一つちょっと格上ですね <laughs> 上のレベルにいますね、right? like、世界が注目する そうですね。もう選手だからうん、うん、まあ、それに一番近いのが堀口選手なんじゃないかな。ーまあ、世界が見るのはそうだね。うん、UFC にも行ったから、うんうん、UFC ファンも見てるのかなどうなんだろう見てると思いますそう。外国のメディアで堀口選手があそこから回帰ック形容したっていうのは出てたあー出てたところもあると思います。うん でも基本的にあのアメリカの MMA メディアは結構 UFC と、まあ、仲がいいとい、うん、言いますけどそれがどういう、ね、メディアの放送の仕方につながるか皆さんの想像にお任せします。まあそうだね、ライゼンはそんな出ないね。うん、元 UFC ファイターがライゼンに出てもただ元 UFC ファイターが1とか出るとまだ。 アメリカのメディア、MMA メディアで出てくるじゃん。Yes。それどうなってるのワン <laughs> の解説は英語で行われてるから。あ、そういうことか。うん、その言葉の壁。と、あとワンは、えー、と UFC, UFC じゃなくて、ワンはアメリカであの,の放送が最近決まったらしいです。あ、TNT っていうの。そう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 。ああ、なるほどね。ライゼンの見方が分かんないもん、アメリカの人たち。

アメリカでやるんだよね、ラスベガス、確か。うんうん、すごいね。IBF の指名挑戦者、マイコー・ダスマリナスあ。まあ、井上直弥選手の試合だから楽しみにしてるんだけど、マイコー・ダスマリナ選手がすごい強いからっていうわけで注目してない。まあ、ジェイソン・マローニーと決まったとき、かなり、わおっていろいろ回ってたんですけど、メディアとか。<laughs> 勝敗予測とかあいやでもダスマリナスと決まった時あんまりなんかない、ね、勢いがない,な,い、ね、でなんだいでだろうって僕も思ってるんですだってマイクダスマリナスの方がジェイソムローニより強いと思う、うん、俺は、うん、ねいや、yeah, だってジェイソムローニ試合見たらおおノーおおノーって思ったも,も、うん、うん、ちょっとかわいそうだね、うん、モンスターのいや、うん yeah. うん、難しいですよ。<Yeah. S 1> 井上康選手強いですも,でも確かにちょっとな、うん、うん、だろう注目されてたよね。でも今回は何なんだろうね。そんな注目されてない、うん、まあてな前,前回は井上尚弥選手カシメロと決まってたのがコロナで延期されて <Yes. S 1> それが中止になった。 で、<ー>そのコロナからのカムバック、アメリカデビュー戦だからかなり大きかったと思います。そういうことか、うん、そういうことか。今回は、はい、次の試合が決まりました。うん、っていう感じがあるんですけれども、なんもうちょっとねあの、メディアが爆発してもいいんじゃないかな。y e a h y e a h s i <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> the monster.Yeah!The monster. <Yeah. S 2> the monster. で、こういうのを見ると、やっぱりその、 格闘技ってそのダンスパートナーが必要ですね。ダンスパートナーね。ダンスマリナスのあれ、軽いコピーライター、コピーライタなんていうんだろう。できないよ。できない, <laughs> きないもうたくさん使ってるもん。<あ>うん。ああーー他の選手とか。使ってるの？いや、フロイド・メイウェザーもカウントするにいや今回はいいダンスパートナーがいてよかったって言ってるもん。o あ,、うん、あまあアメリカの言葉でよく使われる言葉ですね。あ,あ,はあ、あの格闘技っていうダンスパートナー。ー。まあそれはなんか二人で 試合を盛り上げるっていいうことだとだ思いますその意味はーークチームワークです。で、いくら井上尚弥選手がレジェンドでパンフラパウンランキングに入ってて、うん、もうね、<laughs> アンディスピュリーテになるかもしれないの選手だとしてもいいダンスパートナーがいなければっていう、まあ。まあ いいダンスファンーとマッチメイクされたらそれほどもっと注目されるということですね。っていうことだと思います。格闘キャストをサポートしてくれているアートボーイを皆さんに紹介したいと思います。アートボーイとは何ですかアートボーイは着るアートです。Oh yes! でようやくとうとうスマッシュの T シャツを作りました。Yes! ファミリータイムとアートボーイコラボアイテムスマッシュ T シャツです。オーバーサイズ、100%カーテン、 で販売してますまあ YouTube 始めてから「ファミリータイムいつスマッシュ T シャツ作るの、うん、スマッシュ T シャツ欲しい」たくさんの声を聞きしたんですけれども、うん、ねとうとうやりましたよとうとうやりましたまあこのデザインも僕すごい気に入っていましてそのナックルの部分でなんか絵文字が。 えー、違うのが4つ,入っ4つ違うのがいいですよね。そうそうそう。Yes, で <yes. S 1> その真ん中のナックルの人が一番ねダメージ受けてるので特別な顔 <laughs> <laughs> になってますね。いやー,、えー。ぜひ概要欄に貼ってあるアートボーイのウェブサイトに行って、えー、チェックしてみてください。<Yes. S 1> アートボーイの商品を買うと直接格闘キャストファミリータイムのサポートになりますので皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイコザ・スマリアスと時もう決まったからしょうがないんだけど。うん 誰と見たいそうだね。Who 誰が一番いい well, ダンスパートナーになるのか、ね、一応、ボブ・エラム、トップ・リンクス・プロモーター、The Monster Plan って言れてるんだけど。ボブ、oh. um <laughs> ・エラムスモンスター・プランって言われてるんだ。<laughs> <Yeah. S 2> すごいね。はこの試合の後、um, うん、そのノニト・ドネル versus Ubari。Ubari。その試合の勝者と戦い。 させる戦いをさせるっていうのと,と、mm hmm. あとはあ階級上、そうスーパーバンタム級の試合でその選手とマッチメックス。アフマダリエフ、アフマダリエフはいいね、アフマダリエフはいいね。あとはステファンフォルテンもいる。oh yes。ステファンフォルテン強いよ。うん、mm. あ,あとあのあ日本に愛されてるですね <laughs> <laughs> あー日本に愛されてる愛されてるよある意味嫌いっていうのはちょっと愛してるからって <laughs> 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 ちょっと無理やりすぎるかもしれないですね、それは。でも、でネリーと決まったら the fight でしょすっごいビッグファイトになりますよ。それ日本でやってください。ああ、oh, でもできないんだよね。That's、right, できない。ル e ス a u ネリーは日本からもう永久追放された。だから JBC ちょっと、したね自分の足を打ったっ<笑><笑>あ。英語の言葉なんだけど、そう。 まあでもそういう方針でいきたいんでしょうね、JBC は。うん。計量できないやつはいらないって。いや。いや、スポーツだから。まあそう、ね。まあそれはわかります。<Yes. S 2> うん。<Yes. S 2> うん、でもそれ日本でやったらめっすっごい大きいファイトになるじゃん。うん、such a big fight。それが、OK、so、井上直也 versus メ a s h m e r e or 井上直也 versus l ネ w i s Neri。 どっちの方がペイパービュー売れるっていうことですね。ルイスネリーでしょいや別にキャシュメラもビッグファイトなんだけどでもネリーの方が売れると思う売れると思うでしょいやもっとねあのドラマがありますね。い <Yeah. S 2> やあわざわ山中選手でした、ね。<Yes. S 2> 山中選手、KO、あの k 量オーバーして KO してもう一回 <laughs> もう一回だっけ ?No, it was o n c e 二戦が計量オーバーしたの。あ,あ、そうだったんだ。一回戦は計量して、あなんか検査、ドーピング検査でちょっと引っかかったんだけど、あ<ー>まあ結果的にオーライになったから。うんうん。うんうん、<で>じゃあ二回とも何かあったんだ。そうそう、だからすごい嫌われてる。で、二回とも計量したの。そあ,あそれは嫌われますよ。でもそれもありますし、そういうドラマもあるんです。で、まあそういうドラマがあると、 拳と戦いで、決めるのが男でしょうでそれが日本で行われるとしたら、まあ、行われないけど、どこでもいいです、多分いや、アメリカでもいいよ。メキシコでしょネリー。出身いや。いや。いや。うん、メキシコでもいいし。でも、試合も決まってるし、うん、確かアメリカでやると思うよ。うん。 でも確かにカシメロ選手もでかいけどカシメロ選手もでかいよ日本でやるとそうだねえと5月15日にブランデン・フィギュロアおおそうですねブランデン・フィギュロアやと戦いますイエスイエスブランデン・フィギュロア強いね,うん、うん、ね無敗22戦 16kO、うん、まあネリー選手が勝てば 井上来いよーって言ったらねそこでもう,もうちょっとドラマが、えー、っと料理されますねいやまあスーパーバンタム級だから階級ちょっと上げないといけないんだけど、うん、そ井上直弥がどれほどアンディスピーデッチャンピオンになりたいかってにもよるねうん、うん、もし本当にアンディスピーデッチャンピオンにこだわってるならまあこのマイクル・ダス・マリアスから自分の IBF ベルトを防衛してうんうあー ノニトドネルとウバリの勝者とか、うん、戦って、えー、となんだっけ、WBC ベルトを取って、うん、w B 最後に WBO ベルトをキャシメロか、カシメロあーか、彼、uh、リコンド,コンドから取る。うん、そしたら、アンディスピーーチャンピオンになる。うんうんうん、で、そこから回帰上げて。 それから階級上げてスーパーパンくのもすごいまあだとしたら井上直哉の次の4戦くらいは全部メガファイトも決まってるじゃん。うん、こういうなんか指名挑戦者と誰かと戦いさせるボブ・エレムのあれこれが邪魔にならなければね。うん、ね。ね <Yeah. S 2> だ。というのはもしダスマニアンスが万が一勝ったということが邪魔になりますよね。Oh, あ邪魔になるうん。しそうだね。 なるね。いろいろな選手って、うん、ああちょっと待って、ね、ちょっと見てみるけどベルト実際持ってるベルトが確か IBF と IBF と WBA スーパー。うん、あそうなんだ。Yes。じゃあ WBA 本物は誰 ?WBA レギュラーは確かリコンド。ああそう。 よリり、yeah. じゃなくてなおばりは WBC じゃあリコンドと,キと、キャシメロが戦っていうとキャシメロがん o あの、ベルトがかかテタラね。ベルトがかかってたらタラ。おまかだ、おび huge! おび big も。もしもしさもし、あ、うん、ニに、uh, とどねルと、うばり。Hmm. の勝者まあ、mm hmm. あのが WBA <Yes. S 1> になるじゃん。でイノナヤが勝つと、うん、mm、hmm. 二回連続勝つとその I B F と W B A、mm、うん、two belts。もしカシメロが勝つとその two b e l t W B O と,と W B O と W B A、yes。 になるのでるその4つ2つずつかけて4つにする誰が Undisputed になるのかまあちょっとベルトが多すぎるねこの WBC と WBA だね WBA うんベルト多すぎるよ <laughs>、ね、<laughs> あーまあ確かに、うんうん、スーパーチャンピオンレギュラーチャンピオンそうそうそうインタームチャンピオンそうでスーパーの暫定チャンピオンもある イメールチャンピオン。イメールチャンピオン。知ってる人は知ってます。あ <laughs> ちょっと多いね、ベルト。やっぱりそれを気持ちよく一つにまとめてくれる井上尚弥に期待してます。いや、本当に、うんあ。キャッシュメル取ってもいいと思うけど。<laughs> なそれでも結局まとめたのは井上ナオじゃん。二つ持ってるからね。 いやだからこういう UNDISPUTED を決めるっていうまあこのなんかアナフィシャルトーナメントみたいなものがもうあるじゃんまあこれでまあ,であ<の>それを行うそれを UNDISPUTED 決めるのは本当はその WW World Boxing Super Series WBSS WBSS いや、yeah. でも彼が出た怪我で欠場したじゃんいや、oh. <Yes. S 2> ゾーラにテテ,テ,テ、yeah. でテ,テがキャシメロに勝って カーノニーと戦うはずだったんだけど、キャシュメロが KO したじゃん。で、キャシュメロがそのベルト取ってしまった、うん。ちょっと邪魔が入りましたね。いや,いや、だってテテはとイノエナオヤがなんか注目されていた試合だったし。キャシュメロがその邪魔して注目を盗んでしまったね。うんうん、キャシュメロも、あいざ カシメロ vs. イノエもビッグなんだけど、うん、どっちが見たいっていうとやっぱり今の時点でまだキャシメロだねどっちというのはそのネリーかネリーかカシメロというとただネリーのがビッグな試合になると思うでもここまでキャシメロ vs. イノエどうなるんだろうって考えてきたからもう見たいよもともと決まってた試合でしたしねいや <Yeah. S 2>、うん

全部あります。あ、事実のギーもあります。そこまで。いや、全部あるんですよ。僕たちは全部使ってます。全部好きです。Family Time 2021のクーパンコードを使えば15%オフでゲットできます。15%オフですよ。Goodness! Oh my ガー d 皆さん。今しかやってないです。期間限定です。皆さん、チャンスを逃さないでください。 グリッファイトショップの商品は赤木せん元選手。元選手だよ、ね。今は店長。自分が選手だった頃にどういう商品が欲しかったか。そういうものを考えて、すごいこだわって作ってますので、うん、間違いないです。いや、間違いない。うん、俺、毎日使ってるよ。いや、皆さん、ぜひグリッファイトショップに行って、ファミリータイム2021-2021 20を入力して15%オフを楽しんでください。では、ポッドキャストに戻りましょう。カシメロがなんか好き放題言ってるとか、 まあ、そういうい気持ちは分かるんですけれどもなんとか注目を集めないとやっぱりでこんなにすごい試合、KO、デューク・マイクら KO 勝ちしたけど、ねね、その解説者がうわーすごいワイルドだなんか全然テクニック使ってないとか言われるからもう試合の内容以外でどうにか注目を得てこの井上戦を実現させないといけないのでカシメロサイドは。だから <laughs> それをすすごい感じますなんかジャパニーズタートルとか言ってるのはやっぱり <laughs> 試合決めたいからアピールしないとしまい試合決まらないのでそうだねどうにか決まればもういいので <laughs> 戦えるのでメガファイトになってねあのまあ決まる可能性もある ことはある例えばジョン・ロー・キャシメロがレゴンドに勝って、うん、WBA レギュラーバンタム級チャンピオンになると、うん、一応レギュラーチャンピオンはスーパーチャンピオンと戦うはずなの、うん、い,いつかそれが井上尚弥であればもう実現する可能性がある、うん、まあでもだからこのただ一番み多分 なんか実現してほしくないのはドニー・トゥ・ドネルが奪われに勝って、うん、ノニー・トゥ<ー>・ドネル vs イノエナオヤまたあれはあんまり見たくないねうんいや、うん yeah、まあノニー・トゥ・ドネルがもうなんかスーパーヒューメンになってマイナス10歳 歳をとっって、うん、<laughs> とってなんかねまあなんとかっていうかカナロビーフをたくさん食べてまあそれもあるねで、うん、ウバリをも圧倒して、うん、おおこれ面白いなってなったらいいじゃんでも多分ないね多分ね <laughs> 多分そうスタイル的にパワーハウスルイス・ネリー VS のえなおやそれは面白いですよ。まあ、どんな試合になるんだろうですね、Listen, あの、すっごい論争的ですけれども、うん、まあ、僕たちがこう言ってるだけで、かなり、あの、怒るファンがいると思いますけれども、うん、ファイトはお金,のお金のために戦ってるんです。いや、うん、仕事ですから、うん、仕事はね、自分の家族を養うため。 自分の身内を養うためですよね男であればなのでお金のために戦ってますお仕事ですから、うん、でだからメガファイトの方がいい <Yeah. S 1> ファイトをするならメガファイトの方がいいあの試合はもちろん危ないんですけれどもそのトレーニングキャンプもすごいハードなトレーニングしてやっぱり命削ってるので,、うん、でいつまでもやれるスポーツじゃないのでやっぱり 少ない試合の数でなるべく多く稼ぎたいのはファイターみんなそう思ってると思いますなのでルイス・ネリーなんか卑怯なやつだけど <laughs> メガファイトになるならそれ井上選手の応援ですよモーリー・モーリー・ミンダみんな見たいと思うよ でも、こんなやつにステージを上げるなんてっていう考え方もある。と思うこんなやつは一応世界チャンピオンだから。二階級世界チャンピオン。まあ、真の考えはわかる。その逆の考えもある。まあ、軽量オーバーしてるからね。そう、それ、しょうがないね。そう。メキシカンビーフ美味しいから。メキシカンビーフも美味しい。確かメキシカンだ。メキシカンビーフも美味しいし。あの、計量オーバーマウスも美味しい。軽量も。 ミミススははダメそうそうもうプロとしてちょっと資格です、ね、失格ですね失格ですねだからそういう人にね我らの <laughs> 日本の宝の井上と戦わせるのはで<も>いらない僕たちのヒーローがその悪人をね倒すのもすごいストーリーだからそれもすごいストーリーですし なりと戦うことによって井上尚弥のお財布がブーンって。それはいいことですよ。スーパーバンタム級でベルトを取れるなら、うん、いいことじゃない。いいことだと思う。いいことじゃない。うん、どうなんだろうそのスーパーバンタム級でベルトを取ってまたバンタム級に落ちてそこでアンジュスピードを目指していくこうなるのかなうわあ、それだったら。カナダもそんな感じじゃん。こう上がってこう下がってこうなってこ、ね。マ、うん、ニパッキャーもそうだったし。うん、それだとすごいあ、ね、りだね。ありだね。 何でもありでりすまあとりあえず井上直弥選手のこれからの34戦はもう全部メガファイトですよ。うん。うん。そうだね、アメリカでもすごい有名になっていくと思うし。だって、ウワリー VS ドネアが戦う最もの注目は、勝った方が井上と戦うことじゃん。いや、たぶん、いや。So 井上直なのやそうだよ、ね。いうかないそう、だよ一番若いかどうか若いかどうかわかんないけど。そう、いちば本当に、The Ultimate A-Side にいますね。<The> いや、トップリンクの A-Side にいますね。すごい A-Side ですよ。みんな戦いたいも、うん。t h うん、そうだね。そう、まあ。スーパーバンダム級で、まあ、MJ もすごい面白いし。MJ も面白い。確かに、スーパーバンダム級のが、まあ、 ちょっと戦ってほしい選手が多いですね。うん、n e r e Stephen Fulton、うん、もうん、MJ も面白いよね。僕はアフマ a エフが面白い理由は、もう井上直也と真逆なアプローチのボクシングをするから。うん、面白いよ。<laughs> うん、まい,いよ。パワフルだし。パワフル。 アフマダリアは難しいね。と思う一番強いと思う。<イ>スーパーバンダルキーの中で。まあ、井上直弥選手も強いので、で井上直弥もすごいスタイルがあるので、<laughs> それがどうかみ合うのかはやっぱり興味深いと思いますよ。うん、いやいや。すごい苦手かもしれない、アフマダリア、そういう戦い方するファイター。わかんない。わかんないよね。だから、すごい思、なんか一番なんかどうなるかわかんない。 ような試合だと思う、うん。まあ、そうです。そうだね。セブンフォーでもちょっと難しいね。水田判定。で勝つやつ。テクニシャン。判定で勝つテクニシャン。う、うるさいですよ。いや、それが、た、まあ、もしかしたら、それ一番困るかもしれない。うん,うん。でも、大体想像できるじゃん。どういう。 まあどういう戦いになるかは,るかは想像できるね。アフマンダイフは全く想像できない。確かに、そういうドラマあるね。ルウエス,スが一番分かりやすいかも。分かりやすい。ルエス vs イノエ。分かりやすい試合がいいよ。そうファンは、うん、ファンにとって。ああ、そっか。ボクシングってやっぱり難しいんですよね。Undisputed を取るのは。4つ取らないといけないから。ん 4つ取んないといけないからそうでその試合を決めることすらすごい難しいーでプロモーターが違うのが難しいねプロモーターが違うっていうとそのテレビで放送されるあれも違うどこで放送するの s h o w t i m e y o u n w f o x 全然違うなんかすごいまあなんかボクシングからちょっと離れることで大変だね、うん いろいろな違う意味で大変。だからマニ・パキアとフロイド・ミー・ダムすごい大変だった。すごい大変だった。だって、ウェだよ。テレビテレビ局が戦うんだもん。どっちの方で放送されるのっていうか。選手だけじゃなくてテレビが。テレビだよ。それほど大きいんだよ。すごいね。ぱ実現させるじゃん、ボクシングです。だからこの日本の。 キックボクシングのああ、ダンが難しいっていうのは、つって子供のレベルじゃそれ。ねえ。TV network style: it's like、ダンとかって何んなに高い壁やかしら。かしじ ねえできないわけじゃないもん。<laughs> <No. S 1> だからただやりたいかやりたくないか。結局そうなの。みんながやりたいなら何とか考え,る考えてできる方法はある。っ、うん、フロイド・メイウェイトとマリマキオが証明してるじゃん。うんうん。うん。すごいね。それほど分か,分かれるあれないじゃん。うん、そう、あんなほどのメガスターが違うプロモーターと違うプロモーターと違う,ーーと違うテレビ局に、うん、契約してるのが何とか試合を。 実現させたまあ年年かかったけど <laughs>、うん、6年は長いですよ <laughs> まああのー、やっぱり格闘家ってすごい存在なんだなって僕は思います。いや。格闘家の何て言うのその栄光とリスペクト世間からの注目のためにテレビ局が戦うもん。 すごい。そんなに巻き込むんだよ、カクトーカー。ひとりだよ。ワンパッション。あ、まだ。お、2 people。まだ。がそんなに動かすの。チャンピオンだったら、すごくないま、あ、すごいチャンピオンじゃないとダメだけど、やす。やす。ごいよ。ま、マニパキアはすごいもん。フロイド・メイバーでもすごい。ひ人とも違う意味ですごい。うんうんうん。What's a senator? 選手でも何か言うわか,かんないんだけど、まあ国会議員、うん、最ンのね、何が今日、政治家、いや、Yes、Floyd Mayweather はもう、もうお金のベッドに寝 <laughs> て <laughs> るから <laughs>、Floyd Mayweather やばいだってアスリートの中で一番稼いでるもん、スポーツ全部の中で、うん、まあ、う、um, ん、まあ総合的に、like, ある期間の中ででしょ、だって y e a 2000ああまあな3年連続トップ取ったと思うああはいはい That's more than football バスケサッカーよりもやばいよメイウェザーさっきメイウェザーでサッカーサッカーサッカーバスケバスケそう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 あるきある期間はすごい稼いでたね元気の時代ねうんうんボクシングでやっぱり一番稼いだアスリートだねいやすごいよ What a story だああでも井上直弥のストーリーはまだ終わってないです No これから ねえ。フォイ・メイウェイは、いや、アンディスピードチャンピオンになったことないからね。ねえ。いや。選手もまだ負けてはいない。いや。無敗戦、51戦無敗でアンディスピードチャンピオンになればメイウェイー超えるよ。五十 <laughs>、<laughs> 確かに。ね確かに最後はね、コーナム・グラグみたいな、ちょっとショーファイトでもいいじゃん。まあ、そうだね、井上選手。まあ。 そうだね、試合いっぱい早く見たい。<laughs> いっぱい早く見たいです。次がね。マイコダス・マリナスね。マイコダス・マリナス、まあ。まあ、決まってるからしょうがないっていうか。うん、まあ、たぶしょうがないって言うと悪いけど。でも、井上選手もダス・マリナス選手もすごいいいパフォーマンスすると思います。うん、で、まあ、注目するのはドネア VS ウバリーとカシメロ・リコンドですよ。<laughs> いや、それがなんでビッグファイトになるかというと、うと井上直弥がいるから、<Yes. S 2> ビッグファイトなんです。そ<う>だからすごいですよあの。自分の試合だけじゃなくて、他の選手の試合も盛り上げる存在ですから。スターだね。スターですよ。スーパースター。まあ、皆さんはどう思いますか井上直弥との最もメガマッチになる相手は 最高なダンスパートナーは誰なんだろう,だろうね。シンはネリーだと思うあ。まあ世界的に見るとネリーだね。僕も同じような意見です。怒られるかもしれないけど。でも、その、規模 <No, S 1> <望>、マニー、ペイパービュー、数、数字といえば、多分ネリーですよね。いや。うん。<Yeah. S 1> うん。皆さん、聞いてくれてどうもありがとうございます。ぜひ、意見をコメント欄に入れてください。えー、僕の名前は。 ナオトです。シンです。お終言 s o またお会いしましょう。バイバイ。